里見義高を探して再び足神祭りが魔界へと訪れている。高房は生命に手紙を残し、五芒星軍を去ると伝え、夕顔と一の方を黒魔術軍に捕らえられている五芒星軍は壊滅状態となっていた。そこに滝夜叉が現れ、五芒星軍と魔界水軍の同盟を解消すると言い残し去っていく。ジライアは馬頭に日の閻魔を救いに行こうと提案するが、馬頭はそれを拒否し、ジライア対馬頭の戦いとなる。魔界少女剣の二代目悪老と連武官の正体は豊臣秀頼と三好義継であることが判明する。倒れている葵を発見した足神とお犬、そこに里見義高が現れ、お犬は自らが血の玉を持つものであると告げる。霊勢高豊を魔界水軍に勧誘する藤原の住友と俵の通った滝夜叉、しかし霊勢はそれを断り、霊勢高豊対藤原の住友俵の通ったの戦いが始まる。戦いの途中、馬頭とジライアが現れ、霊勢に加勢し魔界水軍は撤退していく。傷が深く倒れている前田刑事、越智康成、鶴姫の前に現れる名古屋三三郎、ルイス・フロイス、朝比奈義秀、そして戦いが始まる。そこに里見義高、お犬、足神が現れ、安成たちに加勢する。黒魔術軍に対して優勢となった時、お犬の指示により鶴姫たちは撤退していく。高山右近は冥界から久喜義高と道三を召喚し、真田大輔、霧隠れ才三、猿飛佐助対高山右近、久喜義高、道三の戦いとなる。大輔たちの窮地に真田重勇士の一人である三好伊佐と魔界衆の赤八が現れ、大輔を救う。阿部の生命は夕顔とお市の方を取り返すため二人と戦う。最後は夕顔が生命を攻撃し、生命が倒れるのであった。